ミーハットルコーヒー、あれのクリーム、アップル、アップル、スターバックス、まあ、T シャツがも結構、プーマの名前の形で、ヤマとかも、ちょっと書いてありませんでした、ね、あ、ここ犬の落とし物、落とし物あるんだけど、犬の落とし物がね、はい、折り上げ担保の遺跡です。この遺跡もあの町道に劣らずですね、あのすごい技術が修練されている遺跡になっております、ね、で 見てもらうとあんな切り合った、ね、山のところに綺麗に遺跡を石壁を作ってですね、こっちもなかなかのものではない、うわっす、あのこちら野良犬がすごい多い、あ、犬がたくさん多いと思うんですが、もう全て野良犬になってますね、こちらは野良犬です。逆にあの猫は見かけないと思うんですが、猫はですね、結構家の中で飼われることが多いんですね、家の中で。それなぜかというと、まあ、ネズミやっつけてくれたり、虫をやっつけてくれたりとですね、まあ、害虫をやっつけてくれるということで、結構飼われることが多いです。うわっ、ガッツ、ガッツ、
からはですね、安定した国道になります。初日にですね、クスコに観光しますので、皆さんほぼ高知の症状は出ることはありませんので、ありませんですので、あまり心配しないで大丈夫です。ただそうですね、ちょっとあの室内の、バスのですね、内部が温まってますので、こまめに水分は取るようにしてください。本当に口を湿らせる程度でもいいので。バスをですね、3、4分走らせたところにですね、最近日本のテレビでもすごい紹介されてるらしいんですが、ロッククライマー用のですね、ホテルというのがこの左側の壁に見えてきます。で、そちらのちょっと麓でですね、バスを停車してちょっと見ていただくどうかなと思っております。あの世界 有数 の、 あの絶叫ホテルとかそういった感じでですね、紹介されているらしくてですね、そのホテルへのアクセスは、自力で登らなければいけない。あれご存知です？なんか頷いている方もいらっしゃいますけど、僕はお客様に聞いて、あのホテルそんな有名なんだっていう。もう少し行くとですね、あの YouTube なんかで調べると出てきますし、あと必ず年内中にですね、そういう旅番組では絶対紹介されると思いますよ。あの今とさんの番組とかね、そういったので絶対番紹介されると思います。バスを停車してですね、ちょっとあの
真撮影だけしていただきたいと思います。これがそこ？あそこに人がいる。お客様の見えてるんですか？あそこに人がいる。見えないと思って、まず下車していただいて、下車しましょうか。登ってます。ああそれあれリフト、リフトみたいな、見えるか、どうなってんだよくわかんない。手振ってますね。この上なんですかね。あすごいな。あそこなんかいるな。余裕で手振ってますね。ホテルはどこにあるの？ホテルはこの上なんですかね。あの上かな。見えますよね。わかんないけどあの辺かな。あのなんかビン。ニールあれは掘ったてのあれは3つは何ですかね。あれで荷物運んでるのかな。早い。おお、じゃあ自分でやるんじゃないんだ。いや、あそこまでは、で、その先はどうなんですかね。向こうの方に人がいる。あそこから、親は見えないな。違法税がそこ。ああ、そこからじゃあずっとロープでこっち来てるのかな。あー、なんか首が痛くなった。首痛いですよね、これ。ちゃんと言ってました。崖にぶら下がってるんだ。あのお食事はって言います。お食事はあのガイドさんがですね、で、あの一つはガイドさん専用の宿泊所なんです。でそこでガイドさんが料理を作るということです。皆さん大丈夫か。あと、チートメイトしてますね。大丈夫ですね。必ず日本のその世界の珍しいホテルとかに今後紹介されるホテルだと思うんで、あれ見たら、あれ見たやつだ。
ね。そうですね。山中ね、土がね。にですね、ちょっと白い部分があるの分かりますか？今前の道路、白い部分、あれがマラスの塩田と呼ばれる場所ですね。本来ならもっと真っ白に見えるんですが、分かりますか？全然分からないですか？ちょうど今、あの白い部分、あれはマラスの塩田と呼ばれる塩を作る塩田になります。あの辺りでですね、インカ時代からですね、塩の湧き水がちょっと湧き出てまして、あそこに棚田を作って塩を生成しています。1年を通じて塩を生成することができるんですが、きれいに白に見えるのはですね、やはりあの寒気の時期になります。今ちょうど雨季の時期なんで、あまりあの白さが目立ってませんでしたが、あそこで塩が生成されております。お土産屋さんなんかに行くとですね、どうやらマラスの塩田の塩が売られて、購入されたからいらっしゃいます。まずいらっしゃる。この辺りの学校の名前をどんどん刻んでいってますね。学校の名前、もう少しだけど一番有名な学校のですね、一番最初に学校の名前できた名前なんか刻まれているのが見えますので、その時にですね、ちょっとご説明したいと思います。この家々の屋根の上にあるのは何ですか？いらっしゃい。普通の十字架みたいな。はい、あのそうですね、あの初日もご説明したと思いますが、あの十字架としなる、置物はですね、鳥居とプカラと呼ばれるもので、お数字の守り神ですね、お数字の守り神置いております。魔除けとして扱われているものです。あれ、そうです、鳥居とプカラと呼ばれてシーザーのような役割を果たしているものですね。プカラだそうです。あの牛、馬、羊、ロバ、豚などはスペイン人がこちらの新大陸に持ち込んだもので、インカはですね、インカの人たちの精神としてはですね、全て人間以外に生きるものというのはですね、やっぱり自然物に対してですね、狩りというスタンスで劣っていたので、やはりあのキリスト教に改宗してからもですね、しばらくはですね、インカの精神は忘れられないでいたわけです。お寿司というのはインカの人たちは健康力の象徴として崇めました。でその健康と力の象徴であるお寿司をですね、屋根の上に2体置くことによって、家庭内にですね、悪い邪気なんか入ってこないようにとして生まれた文化が、
3720m ぐらいの高度です。左側に見えるように山ですね。チコン。標高5300メートルあります。はい、聖なる谷です。はい、向かいの山、チコンです。はあ、これが 2720m トイレです。わかりますか、うん、だからこういったものというのは今のおばあちゃん世代の人たちなんだからね、そういったものが結構作れる。頭の中の模様をそのまま具現化してるわけですね。素敵ですね。またですね、このチンチョーロはですね、標高 3800m この辺りありますが、僕の方にですね、今国際空港を作ろうとしてるんですね。国際空港で、ここを分水嶺にしてしまうとクスコに降りるというよりはですね、このマチュピチュに一気にこうお客様の負担が減るということでですね、まあ、さらに集客が見込めるんですが、もしもできた場合はチンチェロの今の人たちの生活環境がガラッと変わりますよね。空港を中心とした生活に変えることができるので、この乗り物なんかはひょっとしたらもうなくなると思います。ですがこの空港をですね、作るというのは2020年までに作るというふうに言われてますが、これはこれでまた問題があって、リマの方へのですね、集客はどうするんだとかですね、そういったさまざまなしがらみがあってですね、今空港をなかなか計画通り進んでません。反対も多いですね。なぜかというと、やっぱりマチュピチュに来るお客様がね、お客様が、まあ、ホテルをそう利用するわけですよね。でそれなんかが一気にこうクスコに来れるということになると、今の方の収入が落ちるとか、そういったことで揉めてますね、だいぶ。先ほどお手洗いを利用したところにいたですね、インディアの方たちはここの村の人たちですね。ご質問ありましたが、この辺りいろいろと稽古とか書いてありますが、あれはですね、選挙の大統領選の稽古ですね。はい、今も正確に言うと 30% ぐらいはですね、稽古さんの支持率ありまして、19人今大統領選出てるんですよ。そこで一発目でこうドンと決めて、その後、50% を最初に取った人が大統領なんですが、おそらくは19人もいるんでは、50% の票を取れないでしょうから、そこから決選投票ですね。決選投票、結構その時に恵子さんの今日の次の2番手のですね、フリオさんという方はですね、フリオ・グスマンという人が、ちょっと僕の周りの人なんかはその人がいいんじゃないかって。
3670m まで降りてきてます。地震が来たらすぐに崩れそうな感じだね。